SDGs from 信州。すべての人が暮らしやすい社会を目指し、障害のある人と一緒に街を歩くワークショップが開かれました。県と県内企業が協力した取り組みで、障害者が街で感じる不便なことを共有します。今の段差はどうやって見たんですか？杖の先で確認してます。はい、杖の先が目の代わりになるので、杖の先で段差とかを確認してから。参加したのは県内の NPO 法人や企業、県職員などです。3つのグループにそれぞれ全盲と弱視の視覚障害者、そして車椅子ユーザーが加わり、グループごとに街を歩きました。あ、音止まっちゃった。音がなくなったのですごい不安になるというか、まあ、大丈夫かなって。参加者はその場で気づいた不便さを視覚障害者へ確認しメモを取ります。こちらのグループは長野駅を目指して20分ほど歩きました。お店とかでも看板とかいろんなもの出てたりしますよね。逆になければないで、なんか何にも目印っていうかがなくなっちゃうので。今回の取り組みで目指すのはインクルーシブデザインです。高齢者や障害者、外国人など商品やサービスの利用に制約のある人々の声を反映してデザインしていこうという取り組みです。触ってもらうと分かると思うんですけども、線とかゴツゴツで、これを触って、理解するのってなかなか正直大変です。なのでもう触るよりは一人聞いた方が早いから。参加者は今まで気づかなかった障害者の不便さを実感。共生社会の実現に向け解決策を話し合いました。一緒にワークショップやってみて、なんだろう、普通の地面の段差とかそういったちっちゃなところも不自由になるんだなっていうのがすごい驚きでした。障害があるなしだけではなくて、全ての人がお互い助け合いながら生活をしていける、そうすれば普段の暮らしの幸せにつながるのかなっていうふうに思います。インクルーシブデザインで障害のあるなしにかかわらず共に暮らしやすい持続可能な社会を目指します。